こんにちは。今日は新型のボクシーのディスプレイオーディオでオッドキャストの S32 を使ったデモンストレーションを行います。オッドキャストの S32 を購入されて接続されないといったトラブルであったり、再生したら画面が切れてしまうといったトラブルがあるというお問い合わせを、数件いただいておりますので、そちらについてのトラブルの有無についての確認をしていきたいと思います。でまず今私これ繋いでる状態になります。でまず繋がりにくかったら何をするのかっていうことなんですけれども、まずここを押します。そうしますとディスプレイオーディオの画面に戻るんですけれども、その時に機器を押していただくと、ここ今ピカソってあるんですが、これ今2の方なんですけれども、ここの部分の接続切断っていうのがあるんですが、ここを繰り返し操作をしていただくということになります。今また切ります。で要はこの操作をするということです。で今切断されましたと出ました。でここが接続っていうところを押すとこのようになるんですけれども、もし接続されない場合はこれを何回か繰り返すようにしていただければつながるようになります。ここのところです。もう一度やります。ここ今切りました。で今切断されましたと出ました。でもう一回つなげます。でここ押します。接続押します。でこれがなかなかつながらないと未接続のままなんですけれども、それを何回か繰り返していくとこのように映るようになりますので、ぜひ試してみてください。であともう一つなんですけれども、電源の給電で今回私これを使っています。前回もこれ使ったんですけれども、これを使ってます。で前回はこちらを私忘れてたんで、これを使わずにこれを使ってました。で、こちらを今回使ったんですけれども、これを使って接続させようとすると、接続しないことがかなり多い状態でして、すごく時間がかかります。で、これを使うことによって接続がかなり早くなりまして、要はここのところです。これスマート QC の 3.0 っていうものになってるんで、少しこちらは 2.4A で、こちらはおそらく 5A になるんですけれども、もしかすると電流値がこちらの方が低くなってる。でこちら電流値高いんで、その影響がもしかしたらあるのかもしれないです。給電が追いついてないということがもしかしたらあって、なかなかつながらないということがあるのかもしれないです。今こちらのマックスインさんの3連の方のスマート QC3.0 を使っての給電でやってます。そうしますとつながります。そこを見直していただければなと思います。で次に再生したら途切れてしまうということなんですけれども、そちらを見ていきたいと思います。はい、この状態で HDMI に切り替えます。光石モニターを HDMI に切り替えたいと思います。はい、光石モニター HDMI に切り替えるとこちらが表示されるんですけれども、そこでまた今度再生を押します。モニターでやってみたいと思います。はい、このように再生を始めるとまた光石モニターが消えて、フロントの画面が再生されるということで、光石モニターが今映らないという状態があるということを私の方も確認いたしました。こちらのオッドキャストに関しては、また別の販売店さんから提供を受けたオッドキャストになっていて、その前のアースリボーンさんのオッドキャストはこういった状況がなかったということもあります。ただ正規代理店になりますんで、こちらの方をファームウェア等で見直してもらって、光石を HDMI に切り替えても再生ができるようにプログラミングすることは可能だと思いますので、こちらの方、私の方も
販売店さんの方に問い合わせをして、ちょっとこちらの対策をしてもらうように話をしようと思います。はい、ということで、私もこの提供してもらっているオートキャスト、鉱石モニターが見れないということが分かりましたので、まあ、こちらの方、事実を反映して、不具合対策をしていく方向で話をしていきたいと思いますので、不具合を抱えていらっしゃる方、大変申し訳ないんですけれども、少々お待ちいただければと思います。それでは、失礼をいたします。